鶏胸肉がここまで化ける。鶏胸肉の最高の料理の仕方、うまいですね。じわじわしますねこれね。ラ美味しそうこれ。どうも、シラシカッポン重吉総領事の斉藤です。今日は鶏胸肉がここまで化ける、鶏胸肉の最高の料理の仕方を教えます。食べたことないと思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。今日鶏胸肉2つ使います。2枚使います。これまず皮取ります。皮は皮で食べます。で、この胸肉を半分、まあ半分に薄くスライスします。こんな感じでしょうかね。2枚とも、並べてですね、1枚の方がいいな。上からラップして叩きます。叩ければ何でもいいですね。なかなかですね、外側に行けば広がるかな。で、肉一旦置いといて、パセリ 15g かな、刻みます。太い芯取り除いて 15g 測ってください。みじん切りします。すごい細かくですね。バターで一旦ボウル入れます。で、バター 50g 入れますね。加えます。塩、塩一つまみ入れてください。結構でいいんで、1センチぐらい。これ混ぜます。これでパセリバターですね。ちょっと常温でバター置いといてもらって混ぜやすくしてください。でパセリバターなんですね。鶏胸さっき叩いたやつに塩コショウをしておきます。両面ですね。塩とコショウをしてください。で、ブラックペッパー、で裏側も両面塩コショウしますね。久しぶりの塩とコショウ別のやつ。で、ここにパセリバター塗ります。真ん中になるように。塗るっていうか、まあ、全体的に置いてください。全体にバターが、ね、行き渡ればいい。はい、で、ここにピザ用チーズ 50g を分けて乗せます。で、これ巻きます。入れ込みな、バターが逃げちゃう。こっちぞ。こう寄せながら、寄せながら。卵2つ溶きます。で、パン粉に、まあ、4つつけるもののパン粉にパルメザンチーズ、これ合わせます。目分量、お好みの3分の1もいったのかな。混ぜます。はいはいはい、はい、ではパン粉つけていきます。まず小麦粉、取れちまうんで気をつけながら。で、多めの油で揚げ焼きしていきます。はい、中火で温度を上げます。はい、入れていきます。はい、おめでとうございます。このやつも繰り返します。4個ぐらい全部入れて揚がりましたら、トマトを揚げます。余熱で火を、油から揚げて3分の熱で火を入れてください。はい、3分経って戻します。はい、これで最後カラッと揚げて揚げます。はい、はい、全部揚がれば完成です。じゃあ切ってみますね。半分しますわ。あ、いいんじゃない。ちょっと通り過ぎず、あれ過ぎず、じわじわしますねこれね。あららら、美味しそうこれ。ジュルジュルだ。では完成しましたんで食べてみたいと思います。もうちょっと倍以上の量あるんですけど、ちょっと綺麗に盛り付けて難しかったんで、これでいきます。このままでも美味しいと思うんですけど、ソースをちょっとつけてみてください。で、ハニーマスタードと今日オーロラソース作ってみました。食べてみたいと思います。手で失礼します。うん、洋風カツレツ、うまいですねこれ。うんうんうん、そのままでも十分うまいですけど、これつけるとジャンキーな感じ。
社にいっぱいお湯見る。塩吉では全国約400店舗ほど展開しておりまして、料亭の味を器のままご自宅にお届けしております。ぜひ晴れの日にはこのチャンネルを思い出していただいて、ご注文いただけると嬉しいです。気になる方はプロフィール欄からご注文お願いします。